はい。うっす。おやす。うっす。三角三角。三角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 やります。三角やりますって。あ、三角締め。三角締め？あの格闘技とかでやる三角締めを今日教えに来ました。いや頼んでないです。絶対必要なんですよ。そんなに必要ないでしょ。結構本当になんていうんですかね、こう道とかで、はい、結構今やっぱりもう絡まれることあるじゃないですか。岡田や岡田やみたいな。これ全部決めてください。三角で。いいよ。延長するやろ。全員。しかもなんかその三角って、はい、自分が下になって決める技なんで、はい、嫌な感じしないんですよね。え？はい。だからそのままこう締めて落としてもらったらいいんで、ファンの圧全員。なんでやねん。道端で結構喋りかけられますよね。ああ、まあまあ、そうです。岡田さんじゃないですかー、はい、岡田さん、って握手したら、この握手、ちょ、いいっすか、はい、こう、こう、大体こう来るじゃないですか。はい、で、握手してくださいってなったら、はい、こう持ったらもう勝ちなんで。こうなってたら、はい、もうすぐに座って、バヤバヤバヤ。いや、事件になるやん。大事件になるわ。道で。みんな集まってくるし。道で全員にやってください。なんで全員にやらなあかんねん。声もかけてない人も含めて。これがだからその三角締めっていう、まあ格闘技とか、まあ柔道でもあるんですけど、はい、もうその技なんですけど、はい、それを今日ちょっと一生懸命教えたいなと思います。え？はい。いえ、その使わんしん、その護身としてもいいってことですかね。そうです。だから自分の身を守るっていうか、まあ、岡田さんやっぱりこう名前が知られていけばいくほど、はい、やっぱ護身術って大事になっていくと思うんですよ。なるほど、なるほど。そう、自分の身は自分で守らないといけないっていう時代になってきてます。あ、そうなんですか。はい。あ、ちょっと治安も。そうです、そうです。やっぱりこう、ネット社会がこう、普及していって、はい、もう守らないと自分の身は。あ、自分で。まあ、じゃあ、そう考えたら確かに大事かもしれない。はい、じゃあ、やりましょう。どうどう。はい、相手がこうなってて、はい、で、まあ、こう、相手が上になってる状態。はい。で、岡田さんが下。下。で、結構、何でもそうですけど、なんか、上の方が、あ、確かに。なんか攻めるみたいな。ありますよ。なんか、あるじゃないですか、本能的に。もう完全に負けてる。そう、負けてる。そう。確かに。そういうのあるんですけど、はい、実は、こっちが決める。そうなんですよ。すげえ。そういう技なんですけど、こうなってて、はい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 、足がこうなって、はいはいはい、足を、ここでゆっくりこう、ゆっくりですね、こうなって、はい、三角にするんで、あ、この足をここに持ってきてください。はい、あ、なるほど。で、ここが三角になってます、ね。はい、はいはいはい。そこで首が締まるっていう。なるほど。技です。で、こうなってて、はいはいはい、そこ で、こうやって、ちょっとゆっくりやります、ね。そう、はいはい、こうやって。そう、やって、足をぐーっていって、ぐーっていって、ぐーっ。形だけでいいんで、はいはい。その、何でもそうなんですけど、はい、練習の時から、はい、いや、たまにいるんですよ。柔道のチームとかでも、はい、練習の時から本気で決めるやつとかいるんですけど、あ、そういうのって絶対ダメで、はいはい、その、練習の時はあんまり決めずに、試合の時とか、はい、そういう時に決めるっていうだけなんで、はい、こうなってて。いやいや、なんかあんま力入れてないです。あ、だから、グッと入れたら、入っちゃうんで。はい。でもなんか、踏む手前ぐらいですよ。入ってました。あ、いや、結構入ってたんで。あ、ほんまですか、はい、ちょっと気をつけて。すいません。はい。じゃあもう、軽く。そう、こうなって。はいはい、はい。これで。手持ってるじゃないですか。手持って、これがそうか。そうそう、これでやって。こうやって、こうやって、こうやって。こうやって。ええ、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 え？びっくりした。いやいや、そんな締めてないです。びっくりする。じゃあ、そんな締めてない。だって、こんな、ほんま触れたぐらいです。いや、だから、僕がやってるのは、こうやって、はい、こう来て、ここなってね、はいはい、こうなってても、これで、こうやっていくやるじゃないですか。はいはいはい、これ、しまんないでしょ、はいはいはい、こういうことなんですよ。僕がやってるの、はいはい、これぐらいで、はいはい、相手苦しくないじゃないですか。苦しくない。うん、でこういう感じでやってほしいですよ。いいね、こうなってて、はい、でぐーってなって、でこうやってこうやって、うわあ、全く締めてないです。全くし、え、何これ、どういうこと、弱すぎるってこと、人間死になる。人間死になる。そんな、一人よがり。え、何、俺が強すぎるってことこれ。いや、ほんまに何やろ。どういうことこれ。え、一人よがりの天真爛漫。は？一人よがりの天真爛漫、俺何も締めてないです。
ちょっとほんまに。だから僕言ってんのは、下からこうなった時に、ね、はいはい、ちょっとやってますけどね。こうなった時に、はいはい、ここで三角で締めて、はい、ここでグッて力入れたら、締まるんで、はい、この手いいんですよ、もう。これで、それ、はい、1回、はい、2回っていう練習なんですよ。はい、いや、これ以上に締めてないですよ。で、それを、なんかグワってやると、その、人間不信になるんですよ、僕そういうのやられると。締めてないけどな。なん、うわっ！あっていうほど、何も締めてないですよ、こんなんだ。ちょっと一回すいません、こうなって、はい、こうなって、はい、でも、はい、いやー、締めてない、締めてない、いや、そう、うわーってやった後の、ここの方が痛そうだ、うわーってやった後の足バーン当たって、ちょっとそんな、締めてないの、どうさえって、どういうこと、弱すぎるってこと？弱すぎ、うん、もうだからそういうことするともう今後だから教えようって気なくすんですよね。いや、そもそも教えてもらう気ないし教えたい人なんですよ僕、はい、で教えられたい人でマッチしてたのにマッチしてないから教えたくない人になっちゃいますそれやると。ちょもともとマッチしてんの別に教えてほしい人じゃないの。お前ですかお前、閉めてないねん、俺、ほんで。閉めてないやん、こんな、こう触ってるだけで、うっってなって。そっちの方が怖いねん、俺。僕も見えてないんですよ、どういうことされてるか。どんな感じでやってます？いやいや、ほんまに、もうこん、こんなんです、こんなん。あ、三角違いますね。いや、だからもう、こう、手前やから。三角って、はいはい、分かってます。こうなんですよ。はい、分かってます。寝てもらっていいですか？寝て。こう、こうなってて、はい、ここの間に顔が、バーなんで、こうなんて。サラコみたいになってるって。画面からこう、なってるって。ああ。何やねん。すいませんでした。すいませんでしたってね。全然、何やねん、締めてない何やろな、なんか、怖いねん。ある、なんか、うまいっすね、やっぱり。うん。いや、うまない、別に、実感ない。人よりうまいっす。は他の人よりうまいって。うまい、はい。実感ないっすよ、全く。なんか、センスがあるというか、うん。何やろな、もうでも、今後やっていってください。どんどんいろんな人に。いや、問題になるわ。ちょ、何やねん。もうええわ、三角締めて。いいっすわ。なんかあんまうまくいかないですね。なんか やろうなんかこうやろうと思えば思うほど悪い方向に行ってる気がします今。いや、高かってんやろ。別に何も締めてないからな、一回も。何なんすか。お互いがそのなんていうの、思いやって、うん、あのやっていかないと、柔道ってやっぱそうなんですよ。結局その相手がいてできるんで、はい、その自分勝手な、うん、その独りよがりな気持ちでそのされてもこっちはやっぱりそのできなんか受けれないっていうか、そういうやりたくないっていう気持ちになってます今。教えたくないって、うん、俺が悪いんですか。うん、教えたくないで教えたいっていう、そういう欲は分かりますけど、すごい、いや、よくやってる、よく出してない、なんか いじめれるんですよね、欲が。そので欲望がすごいというか、だからいやいや、じゃもうちゃんとこうふわってソフトで頑張ります。はい。すみません。ほんまに。こうですよね。ま、手は絶対。ここは分かってきた。絶対ここはこれですよね。そう、これです。で下から。下から、はいはいはい、こうなって、はいはい、相手の、はいはい、緩めてから、はいはい、うわぁ滑ってないって怖いって怖いってもう怖いって、滑ってないわ、滑ってない、怖いねん、その声、うめき声、うめき声なあ、2日後ブレイキングダウン出んねん。何してんねん。なあ、何してるん、絶対無駄やん。絶対この時間いらんかったってなるやん。なあ。なあ。はい、ってな。はい。もうボロボロやん、もう。軽量とかの前やから。水も足りてない。こんな暑いな、汗も一滴も出ない。ボロボロや。